ゆうとび本日の動画はこちらございます。写真歴7年のカメラマンがエントリー機×キットレンズで写真を撮ってみた。どうも早速撮っていきましょう。はい、ということで本日はねこちら菜の花畑にね写真を撮りに来てみたんですけども、今回はですねこの前買ったばっかのこのカメラニコン Z30 とそのキットレンズのね 1650mmF3.5 から 6.3 をつけたねこのセット、これでね写真を撮っていきたいなと思います。まあいわゆるねもう完全なるエントリー機ですね。エントリー機写真カメラをねこう始めたいなと思った時に、初心者さんがねまあまず1台目におすすめされるカメラというか、1台目にね買ったらね手軽に簡単にね写真を楽しみますよって言われてる、まあこのエントリー機を使って写真歴なんだかんだもう7年ぐらいになります。7年ぐらいのねこのゆうとびがねちょっといろいろね考えてねガチで写真をね撮っていきたいなと思っております。なのでぜひねこれからも写真カメラをね買おうとされてる方も、せっかくカメラ買ったのになんかうまいこと撮れへんなって思ってる方も、いろんな方にねこう参考にしていただきたいなと思っております。ということでですね、まずはまあこっからね縦構図で撮ろうと思っているんですが、これ今動画がね EOS R5×1535F1.8 の映像なので、まあ、分かりやすいようにねこっちのカメラにね映像を切り替えてね説明していきたいなと思います。はい、ということでちょっとねこのカメラで説明していこうと思うんですけども、まず1枚目はめっちゃねこうボケをね生かした写真を撮りたいと思います。でこういうねエントリー機ってこうなんかそこまでめっちゃ綺麗にねボケないんかなってね思われがちだと思うんですが、そういった方もですねもうご安心ください。もうめちゃくちゃ綺麗なねボケ写真撮れますん で写真をねよくぼかすポイントはね3つありまして、1つ目は F 値をとにかくね小さい数字にする、で2つ目はこのね広角よりも望遠側にする、で3つ目はそのピント合わせた位置とぼかしたいものの距離をねとにかく離す、この3つなんですね。でこのねキットレンズというものは F 値をねそこまで低くできないんですよ。このレンズ 1650mmF3.5×6.3 なんで 16mm 広角側の時は F3.5 まで低くできます。ただ 50mm までねこうやってズームしてしまうと、望遠にしてしまうと F 値がね 6.3 までしか下げれないっていうレンズなんですね。ただまあそうやってね聞くと一見あんまりボケなさそうなんですが、さっきの原理望遠側にしてピント合わせたものとぼかしたいものの距離をめっちゃ離して、ほんで F 値をね一番低い 6.3 にして撮ってあげると、なかなかねめちゃくちゃボケるんですよ。いきますね、これまず F 値を一番低くしました。ほんで望遠側 50mm、 まあ換算 75mm ぐらいにします。で奥のこの山にピント合わせて手前の菜の花をぼかすと、ただこの手前の菜の花の中でも一番ねもうほんまにもう一番手前にあるやつをボケにね使ってあげるんですよ。さっき言った3つ目のポイント、あのピント合わせたものとできるだけボケしたいものはね遠くに置いてあげるとボケるんで、一番ね手前の菜の花にこうねめっちゃもうカメラはもうほんまもうぶつかるぐらいまでね近づけてあげるんですね。もうさもうそりゃそうなんですよね、もう言われてみればそりゃそうなんですけども、もうこのもうめちゃくちゃね前ボケになるじゃないですか、こうやったら。そらもうこの距離感ですよ、この距離感ほんまにねぶつかるぐらいまでカメラレンズをね近づけてあげる。それでもうめっちゃ大きくねボケをね入れます。だからもうこの状態でこう手前にねこうなんかいい前ボケがないかなという感じで探しながらこうね左右にね自分がこう移動していくんですね。絶妙なねこう位置をこう探します。こうやってもうここからはほんまにもうあとはねしらみつぶしに向こうにどんどんね進んでいくしかないので、この先はもうほんまに人それぞれねクリエイティブさをね活かしてね探してみてほしいなと思います。ということでまずはねここをね望遠側にして縦構図で奥の山にピント合わせて前ボケれて撮っていきたいなと思います。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、奥の山にピント合わせて、ほんでねもう手前の菜の花をもう前ボケに使って見てみました。でも写真の一番ほんまに一番下の部分ね黄色いこうフィルターみたいな感じになってると思うんですが、これがねもうほんまにもうカメラレンズをねもうめちゃくちゃ近づけて撮ってあげることでこんなね前ボケをね入れることできるんですよ。だからこう前ボケとかね入れようと思った時に、普通にねこうアイレベルとかこう普通の高さで撮ってしまうと、なかなかねこんな場所にねいい感じに入れれることってほんまに奇跡が起きらないとないんで、ちゃんともうしゃがんでカメラをもうこうめっちゃ下にこう置いて、ちゃんと糸を持ってねこう手前にねもうこうほんまこうやったらさそれボケるじゃないですか。こうやってめっちゃもう近くにこうやって入れてあげると当たり前やけどこうボケるというねことなんですね。でこういう手前にねこういう前ボケとか入れてあげることでこう目線がね奥に吸い込まれて奥行き感もね出るかなと思います。でこう写真
ていうの、この四角の四つ角四隅がね結構重要って言われてるんですよ。だからねこの前置き入れる時も左下の方に入るだけじゃなくて、右下の方に入るだけじゃなくて、ちゃんと右下も左下も入る場所をねこう頑張って探して入れてみたつもりでございます。そこプラスもう一個奥のこの菜の花のねポンポン感もちょうどねこう入る場所をうまく見つけることができたのではないかなと思います。地味にここ見つけるのにめちゃくちゃ時間はかかりました。なかなかねもうすぐに見つからないと思いますが、頑張ってねしらつぶしに探したらどんな花畑でもねうまく収まる場所あると思いますので、ぜひもうファインダーモニター覗くのね楽しんでみてください。ということで次、はい、ということで次なんですけども、次もね縦構図で撮っていこうと思います。言うたびね縦構図でばっか写真撮ってるんですが、もうね写真見られるのさ iPhone で見られることが多いじゃないですか。最近ってテレビとかパソコンとかでね見られるよりはスマホ iPhone とかでね写真を見られることが多いと思うので、その iPhone とかスマホが縦型なので、その縦型に適した縦構図でね撮るようになりました。皆さんもこれからの時代縦結構おすすめです。てかこのカメラもこのさ横がさ当たり前になってるけどさ、縦型のカメラとかあったら今流行りそうやけど、どうでしょうか皆さん、メーカーさん縦型で撮れるカメラぜひ開発何卒よろしくお願いいたします。で次ね、次なんですが、あのさっきはねこのボケをね重要視して写真撮ったんですが、次はねあの構図とかねラインを意識して写真を撮っていきたいなと思います。でねここなんですけども、この菜の花畑ねやっぱあの人間が植えたんで、ちゃんとね綺麗にこう列になってるんですよ。列になのでこのライン列をね活かせるかなと思いまして、カメラを、あー寒すぎる、カメラをねちょっと上に上げます。上にアイレベルじゃなくてハイポジション、これでね撮っていきたいなと思います。普通にねこうアイレベルで構えてるだけやったらね、なかなかこうなんかいつも見てる景色とね同じようなねになってしまいがちなので、そうならないためにもこうハイポジションとかローポジションとかをね意識してあげると、いろんなねこう表現出てきますので、ぜひやってみてください。ということで、設定していきます。で設定していきます。とりあえず天の芋とかの露出補正をね白飛び黒飛びでなるべくしないようにプラマイね0にします。で F 値さっきはね 6.3 とかもうとにかくねこう低くして撮ってたんですが、次はね F 値をね結構上げます。 F 値 9、 F 値の数字を大きくするっていうことは、このレンズの中に入ってる絞りバネっていうものをねキュキュッとこう閉じてる状態なんですね。でそうしてあげると写真全体的にねピントがあってねカリッとした印象になります。人間でもさ目悪い人さ目細めたらさピント合うじゃないですか、まあ、あれと同じようなことだと思ってください。多分知らんけど、もうこういうねキットレンズで写真を撮ろうとした時に、めちゃくちゃ綺麗なねもうトロットロのさ、もうなんかめちゃくちゃ高いさ F 値 1.2 とかの単焦点レンズとかと比べたら、やっぱりねボケ味はね負ける時もあるんですよ。ただですよ、 F 値をね9にしてあげるとですね、そんなね 50mm F 値 1.2 のねバカ高いレンズでもね F 値9にしたらさボケ具合とかねもう変わらないんですね。なのでまあほぼ同じ土俵で戦えるということでですね、今回はもう F 値9、こんな場所はねもうあの前ボケとかボケをね生かさずに全体的にピント合わせたいような写真っていう時はキットレンズでもですねもう全然問題はないと思います。ほんでまだ昼でね明るいんで、もう ISO100 にしてシャッタースピードが160分の1秒、200分の1秒全然ね手ぶれしません。ということでこの設定で撮っていきましょう。はいチーズ、これドリンク、はい、ということでこんな感じの写真になりまして、めっちゃねこう高い位置から、これねこうもうさもうありがたいことにねバリアングルがついてるので、高い位置からでもねこう水平感覚とかもね撮りながら写真をね撮りました。でこうね普通の高さから見たらこのね菜の花のラインってそんなにわからないと思うんですが、カメラをねこう高い位置に上げてあげることでこのねラインをね見せることができました。斜線構図ですね、斜線構図、これまたね斜線構図はね奥行感とかを出せるような構図なので奥行感が出てると思います。はい、ほんでまたねこの右下と左下の方もちゃんとね菜の花で埋めました。ここがねもう変にこのさこの道とかになってしまってたら、こういうね全然綺麗じゃないところがねこの端っこに入ってしまうとね綺麗さがね一気にね落ちてしまうと思いますので、引き算です、引き算の法則でこの辺はもう入らないように綺麗なところだけをね入れるようにしました。なかなかねもうさっきから向こうに太陽あるんやけどさ、ずっと太陽の周りにね雲があって木が当たるタイミングが難しいですが、ちょっと待ってたら出るんで、もうそのタイミングなんとかして撮ってます。向こうもなもっとちゃんとカラッとなってくれたらいいんですけどもね、と言いつつちょっと場所も移動しようかなと思ってます。ゆうとびです。チューリップもね咲いてるはずなので、ちょっとそっち行ってみようかな。ということで次、休園日やないかーい、どうしようこれ、やっ
ってんな、これはやってます。考えよう、ちょっと考えよう。ということでちょっと場所を移動してきました。この浮見堂 EOS R を買ってね、初めての撮影でここでね、もう盛大に三脚をこかしてしまったというね、非常に危険なね、トラウマがある場所に行きました。新しいカメラ Z30 を持って今日だけはこかさないようにしていきたいなと思います。ということで今日ちょっとここ見て、もう猫猫にゃんにゃんがおるやんけ。オベリスク&オシリスちゃうか、これもしかして。どうもこんにちは、ゴッドハンドクラッシャーいただいてよろしいでしょうか。お願いします。うわ、カモメがすごい。うわ、カブ、トンビも。いや、なんかやばいことになってる。あれ撮りたい、あれ撮りたい、あれ撮りたい。はい、ということで、こんな感じの写真になりまして、もう何枚もね、とにかく連写で撮りました。ニコンの Z30。このカメラやったら、一番速くて秒間11コマ。だいたいね、こんぐらいの速さです。こんぐらいなんですけども、最近のねこのミラーレス一眼エントリー機でもなかなかね連写のスピードね速くなってきてるんですよ。なのでね、こういう瞬間を狙うね撮影でもめちゃくちゃね戦えます。ほんまに、ほんまここ数年でねめちゃくちゃ進化してますよね、カメラも。で、飛んでるカモメとかがねこう動いてるんで、被写体ブレさせたくないので、シャッタースピードをね速くしたかったと。なのでF値をね一番低い数字にして、絞りをねバッとこう大きく開きました。この絞りをねこう大きくパーッと開いておかげでシャッタースピードをねめっちゃこう速くしても明るくね撮れると。で、かつねこの ISO を一番低い100とかにしてしまうと、シャッタースピードがね遅くなっちゃうんですね、 A モードやったら。今回ねシャッタースピードをね500分の1秒より速くしたかったので、 ISO をねこうね上げていくんです。 ISO を500まで上げると自動的にねこのシャッタースピードも A モードなんでね速くなってくるんですね。 A モードの場合は初めにね露出補正でこれ明るさ、写真の明るさをプラス1って決めたら、その露出調整プラス1の明るさになるようにシャッタースピードをね自動で調節してくれるんで、 ISO をねこの500まで上げました。 F 値を 3.5 にしました。そしたらそれに合わせてシャッタースピードをカメラが調整してくれると。だからこのねシャッタースピードがね速い数字になるように F 値を低く ISO をちょっと高くね設定しました。まあそんな感じでね、こんなねエントリー機でもね動いてる被写体こううまく撮れますので、ぜひ皆さんね、いろいろ動いてる被写体も撮ってみてください。ということで次、はい、ところ次なんですけども、次はね、この因縁の浮見堂をね、撮っていきたいなと思います。ほんまもうまさにね、この辺に立って撮ってさ、こかしたんですよ。もう空割れるやろっていうところでね、こかしてしまいまして。今日は本当に無事に帰りたい。で、この場所ね、まあ、主題がこの浮見堂にします。で、このね、奥の空もね、綺麗になってきたんで、これも入れたいなと。ただね、まあ、太陽が向こうで結構なかなか逆光なんですよ。で、こういうね、APS-C 機のカメラで逆光写真撮ろうとしたら、めっちゃ白飛びしちゃったり、めっちゃ黒つぶれしてしまうことがねあるんですね。なのでそれをね注意しながら撮っていきたい。で、そんな時に役立つのがヒストグラムです。ヒストグラム、ヒストグラムっていうのがさ、こういうの見たことないですか皆さん。なんか謎のこのグラフ、これの名前がヒストグラムと言います。こういう液晶のね表示をね切り替えたらどっかで出てくると思います、どんなカメラでも。で、これを見たらね、白飛びしてるか黒つぶれしてるかっていうのが分かるんですよ、一目で。例えばこのねグラフみたいなやつがこう右に寄りすぎると、これね白飛びしてるんですよ。逆にね、こう左に寄りすぎてたらどっかがね黒つぶれしてます。左右どっちかの壁に寄りすぎててね、このまのどっちかの壁にねこのグラフがねひっついちゃってたら、白飛びしてますよ、黒つぶれしてますよっていうね、それがグラフでデータでちゃんと一目で見て分かるっていうものなんですね。これね、さ、こういうね屋外で液晶画面見た時とか、夜暗いところでね液晶画面見た時とかに、液晶画面見ただけやったらね、帰ってみたらめっちゃ黒つぶれしもてるやんみたいなことがねあると思いますんで、このねヒストグラムを毎回確認しながら写真をね撮っていただければなと思います。ということで、もう白飛びも黒つぶれもしてないようにヒストグラムを確認して、ここ縦構図で撮っていきたいなと思います。とでいいでしょう。はい、ということでこんな感じの写真になりまして、ど真ん中に浮き見堂を置いて、で上下でねこう綺麗に二分割構造を意識して撮りました。上は空、下は湖っていう感じで撮りました。で、この写真に現像レタッチ編集はしてるんですけども、もともとそもそものねこの写真がね黒く潰れちゃってたりとか、白くね空がもうめっちゃ飛んじゃってたりすると、この空のね質感とかがね出せなかったりするので、撮る時にちゃんとね白飛び黒潰れしてないようなね設定で撮るっていうのが重要になってきます。ということで、もう撮るものないので終わります。は
い、ということで本日はねこのエントリーキー Z30 とねレンズキットのキットレンズでね撮ってみたんですけども、皆さんいかがでしたでしょうか。まあ動画の内容とかあのタイトルとかね、ちょっとこういうカメラ使っても撮れますよみたいなねテストで喋ったんですけども、やってることはもう全くいつもと一緒、撮りたいものを見つけて主題と副題を見つけて、ほんで構図はちゃんとこう意識して、白飛び黒滑りとかしないようにこう設定とかもちゃんとしてこう写真を撮ると。別にねあのカメラも全くね関係ないんですよ。もうフルサイズであろうがね APS-C 機でやれようがねマイクロフォーサーズであろうがね、どんなカメラを使ってもちゃんとそのね撮り方次第でうまいことね撮れると思いますので、ぜひ皆さんもね自分の今持ってるカメラになんか納得いかへんなって思った方も、もう一度ねあの新しいカメラを買っていただいてもう今年はなんとかカメラに、散財しないようなね一年にしていければなと思っておりますので、皆さんもこの今後はねゆうとびの散財に期待しないように、どうぞよろしくお願いいたします。ということでもう喋ることないので帰りたいなと思います。ぜひ皆さんチャンネル登録何卒よろしくお願いいたします。さよなら、バイバーイ。